トテこと、ホルヘロペス・マルコは、スペイン、マドリード出身のサッカー選手。ポジションはフォワード。アトレティコ・マドリードの下部組織にてサッカーを始めたトテは、1993年にローカルライバルである、レアル・マドリードのユースへと移る。1999年5月8日のレアル・ソシエダ、戦で、トップチームデビューした。しかし、レアル・マドリードでの出場機会に恵まれず、 SL ベンフィカやレアルバリアドリードなどにレンタル移籍した。レアルバリアドリードでは2001年9月16日のマラガ CF 戦でプリメーラディビシオン初得点を挙げた。その1月後にはアスレティックビルバオ戦でハットトリックを記録した。その後はレアルマドリードに復帰するもリーグでの出場はレクレアティーボエルバ戦の1試合のみの出場にどまった。 2003年に、レアルベティスと5年契約を結ぶ。しかし、怪我やコンディション不良などの影響もあって、定位置を確保することができず、2005年1月から、マラガ CF で、レンタル移籍した。レアルバリアドリードでプレーした後、2006年からは、エルクレス CF でプレー。2009から10シーズン、クラブは1996から97。 シーズン以来の一部昇格を果たした。特に昇格当初は貴重なプリメーラディビシオン経験者であり、キャプテンとしてクラブを牽引したが、クラブは会えなく1シーズンで降格。主力選手の多くが移籍する中クラブに、止まりコンスタントに出場を重ねたが2012から13、シーズン前の2012年6月に契約が更新されずに登録が抹消された。ありがとうございます。